電源配列は開通以来下流から調査が進められ、現在黒部川沿いには11箇所に関西電力の発電所が設けられ、およそ85万世帯分の電力を賄うことができます。対向車両とのすれ違いのため停車いたしました。しばらくお待ちください。お願いします。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。まもなく黒部ダム駅に到着です。黒部ダム駅からダムに向かうルートは2つに分かれています。トロリーバスを降りて通路を右に行くと展望台へ通じる220段の階段が待っています。左に行くと60段の階段を降りて直接ダムへ行けます。車椅子のお客様はこちらからダムに行くことができますので、駅の係員にお声掛けください。それでは右手に進んでダム展望台から外階段を降り、迫力の観光放水を間近に見ることができる自然保護、環境保全にご協力いただきますようお願いいたします。本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございました。楽しい旅が続きますようお祈り。